はいどうも、メンズ赤星です。どうも、サクサクミルクの赤崎です。西尾です。よろしくお願いします。はい、この度はこちら、成形前ラーメンさん行ってまいりました。吉祥寺にあるんですね。はい、吉祥寺にございますね。JR 吉祥寺駅、京王井の頭線の吉祥寺から結構歩くんだけども、うん、15分成形大学っていう大学の目の前にある、ね、あはいはい、ラーメン屋さんですけど、その紹介の前にですね、成形前ラーメンがオープンするまで結構いろいろあったんです。はあ、これを見ていきたいと思います。まずですね、1986年にですね、ラーメン二郎吉祥寺店が全く同じ場所でオープンする、そうなの、二郎だったんです。なんですけど、落書きされちゃうんですね、はい、何者かによって、はい、その結果、サブローになっちゃうんですよ、 お店の看板が。サブロー、で、さらに落書きされちゃうんですね、はい、さらにさらに。何になるかというと、生ローになっちゃうんですよ、これ、はいはいはい、ここと、ここ足されて、はいはい、で、生ローの時点で、独立してたんですけど、閉店しちゃいます。ね、はいはい、そして全く違う方が成形前ラーメンをオープンさせたんです。全然、そうそうそう、はいはい、同じ場所でね、というのがございまして、食券を買っていきましょう。はい、ね、説明がありましたけども、中円でですね、極太麺に変更できるということだったらしいんですけども、去年ちょっと休業されてですね、それ開けてから、まあ、あの一回中止してるらしく、はいはい、今回は、ラーメンと50円の大盛り券に肉分多め選択して終わります。はい、じゃあ、ごめんね、こちらです。すごい、いや、来ましたね。いや、特に油の量がすごいですよね、これね。ただ思いのほかね、可愛い受け皿に乗ってくるんで、うん、結構カフェのような、カフェのような店内も結構ね、あの可愛い装飾がいっぱいあったりするんですよ。あ、そう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 。で、まあ、早速この油、おお、あ、一つ一つがもうね、でかいね、改めて見ると、まあ、大きめのゴロゴロ油がね、いきなり頬張れる幸せ感、これを体験してほしい。さらに油野菜なんかをね、食っていきますけども、はい、あの野菜が非常にクタクタなんでね、フレッシュ油との組み合わせ、これがまあ芸術アートですから、これ本当に。さらに豚をね、あ、大きい豚、大きい豚をちょっと折りたたむと、はいはい、折りたたみ豚を作っていきますけども、油膜の鎧を装備したハイパーオイリー豚、うん、ですがですね、はいはい、この形の場合はカロリーゼロらしいんで安心ですね。よかったよかった。それ言ってたんですよ。よかったですね。絶対言ってないし、痩せちゃわないか心配ですね。痩せた方がいいよ。巷ではね、ゼロらしいんで、さらにまあ豚ダブルもあるんですけども、肉多め券でこれ十分すぎる量なのは、一般的なダブルぐらいありますよという、もともとね、ことも言いたいですね。さらにスープですけども、ちょっぴり乳化した、スープでして、醤油感よりほんのり豚の甘みを感じますよと、はい、まあ、ただ豚増し油増ししてるんで、そのちょっとこうエキスで甘みを感じてる可能性もございます、うん、どっちなんでしょうか、ね、いや、分かってなかった。下に聞いてほしい、僕のちょっと麺をね、そして引き出してきますけども、一本一本の長さが平均よりちょっと短いんですね、はい、ちょっとこう家系ぐらいの短さかも。あ、そうなん、マジで分かんない。あれ、そうですか。家系って結構ね、短めにカットしてあるんですよ。あ、そうなんだ、ね、で、ちょっとザラつくなるゴツゴツ麺なんですけども、うん、短めなんで、こうすごいすすりやすいというのが特徴的なんですね。あ、はいはいはい、で、まあ、さらにね、これニンニク入れていきますけども、マシマシにしてくれたらですね、大さじ3杯投入してる、ぽっちゃりニンニクだもんね、本当に。すごい、いやー、これドクシなんてやっちゃいますけどもよくねやりましたけども、ドクシね、ニンニクの粒は小さめでして、思う存分にこのニンニクを摂取可能なんでございますね。はい、ちなみにこの日、成形大学の卒業式だったんで、うん、二郎系に慣れてないと思われる学生さん結構いたんですよ、周りに。まあ、卒業式終わりとか。そう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 、なんですけど店主さん丁寧にご対応されてまして、うん、フレッシュ二郎連は成形御用ということで、これ言ってください、本当にね、優しい。そう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 、うん、1個目で行っちゃってもいいかもしれない、初めての二郎系、うん、ね。で、詰め替えタイプホワイトペッパーは、非常に白胡椒まろやかなんで、豚の甘みを感じるスープですと、殺さずにこう包み込むように食べることができる。なるほど、黒胡椒よりも、うん、さらに唐辛子実は少し入ってるんですけど、僕はあんまり辛いのが苦手っちゃ苦手なんで、うん、ちょっとだけ入れてアクセントとして堪能してますけども、好きな人はいっぱい入れてください。なるほど、好きな人、はい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 、それが好きだね、唐辛子。普通かいね。まあ、普通かいね。まんまかけてるね。あ、そうっすか。あれ少なめなんだね。あれ少なめ、はい。あ、ということでございまして、マシマシ92.6、高いっすよ。高めですね、これは。いややっぱりね、茶色のもう
範囲が広いもんだよ、茶色の範囲が、茶色の範囲が広いもんだよ。油とかもね、牙と同じだよね、本当に木の量が多い場所と、ちょっと伝わるかな、これね、決まってない、締める場、いやいや、木がいっぱいあると、新木場、新木場は、まあまあまあ新木場コースと、新木場スタジオコース、今はもう木ないけどね、そんなに木溜めてないけど、ずっと牙の話になってる、いや、全然位置違うけど、ね、今回吉祥寺の成形前ラーメンということで、はい、で、あのね、あの町田、ラーメン二郎町田店と少しゆかりがあるんでね、ああ そういったその町田のメニューみたいなのもあったんで、エビの風味がするやつで、ああそうなの、今回はまだやってらっしゃらないということで、はいはいはい、だまあ、あの復活したらね、ぜひそちらもね、ちょっと僕も食べに行きたいと、なるほど、再度来店して、はい、中漢字の成形前ラーメン、漢字が難しい、こっち